震災前の気仙沼市中心部周辺の空中写真。1977年撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。気仙沼市は宮城県の北東端に位置するし、太平洋沿岸にあり、三陸海岸の一部をなす。気仙沼港気仙沼中心街を望む、戦国時代末期の天正19年に、豊臣秀吉による、 欧州市沖があり、当地では、道の区国兵軍平田村から、北側が南部資料、気仙軍等に村から、南側が伊達資料となった。江戸時代の気仙沼本郷を中心とする当地は、気仙軍の南側に隣接する元吉軍にかつて、属し、明治維新の廃藩地県や府県統合を経て、宮城県域となり、一方の気仙軍等は岩手県域になった。 岩手県域に入り込んだような形をしている当市は、旧、元吉軍域との関係の深さは当然ながら、北接する旧、気仙軍の岩手県大船渡市や陸前高田市、あるいは内陸側で隣接する岩手県一の関市とも関係が深い。当市は、三陸海岸南部の交通や商業の拠点となっており、リアス式海岸を利用した観光も発展している。 特定第三種漁港の気仙沼漁港をはじめとした市内の各漁港は三陸海岸での沿岸漁業、養殖漁業、世界三大漁場、三陸沖での沖合漁業、さらに世界の海を対象にした沿用漁業の基地として機能し、関連する造船から水産加工までの幅広い水産業が立地する。このような背景から気仙沼都市圏の中心市としての買い物客の 集客や各地から訪れる観光客に加え、漁業、水産関係者の往来も多い。カツオを追って北上してくる千葉県、高知県、宮崎県などの漁船、サンマを追って南下してくる北海道などの漁船に乗った日本各地の漁民が行き交遠洋漁業の外国人乗組員や水産加工に従事する外国人研修者が働き、特産のフカヒレを買い求める。 中国人バイヤーなどが訪れ、常住人口に比して、交流人口が多様な県内有数の交流拠点の一つである。名物の一つである。気仙沼ホルモンは、このような人々の広域な交流と産業背景から生み出されたものとして知られる。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、地震そのものの被害に加え、津波や火災、 地盤沈下によって大きな被害を受けた。宮城県の北東端に位置し、東は太平洋に面する。東部の唐桑地区から気仙沼地区にかけては、三陸の立地域と同様にリアス式海岸が特徴的である。同じリアス式海岸でも東地方では岩手県沿岸と比較して標高が低く、なだらかな丘陵が多い。唐桑半島と岩井崎の間では、 深く入り組んだ海岸線が波の穏やかな気仙沼湾を形成し湾内には大島が浮かぶ。元吉地区に入ると穏やかな海岸線が見られるようになる。三陸沖の黒潮の影響によって冬は比較的温暖であるが夏は山瀬の影響で冷涼である。CF 岩手県の市町村全図外部リンク県内各市町村岩手県 2011年4月18日閲覧 CF 宮城県の市町村全図外部リンク宮城県地域マップ宮城県2011年4月18日閲覧2011年3月11日マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し気仙沼市赤岩で震度6弱 元吉町及び笹賀神で震度5強を記録した。大津波とそれによって流出した石油の因果による広域火災も発生し、被害は甚大なものとなった。CF 東日本大震災。2016年3月1日時点で、市内の被害状況は、死者1214人、行方不明者220人、重火全壊が8483棟となっている。 ケセン沼は古くは、ケセンアサと書いた。この字は、ケセ沼、ケセンマ等とも読まれていた可能性もなくもないが、通常は、ケセマと読んでいる。縁起元年成立の日本三大実録に、ケセンアサという地名の記述があり、これが最古の文献であるの上の方が、より古い。また、平安中期の和名書の各国合名一覧には、道の区国ケセン軍に、 紀戦郷とは別に、紀前号が見える。和道六年の諸国軍合命諸行事例により、奈良時代に国名、軍名、合名が二文字表記と定められたので、この紀前号は、気仙前里が略されたものとされる。紀前号は、気仙軍の前の意味と介して、今の釜石、大土あたりに否定する説があるが、古代の地名の前、郷は通常は、口、尻と読んで、 京都に近い方が前であるから、木前号は消せの口であり、消せん軍の南端であるべきで、これを消せの前と語読したことから、消せん朝という地名が生まれた可能性もある。語源としては以下のように小説がある。アイヌ語説、編集地名語源のアイヌ語説は以下の三説がある。日本語説、編集級消せん軍の消せに間がついたものという説。 気仙沼は、元吉軍に属していたが、元吉軍は早ければ1153年、遅くとも1189年に、気仙軍の南半とモノウ軍の北部と分割して、成立したものであり、それ以前は気仙沼は、気仙軍に属していたという説と、気仙軍は含まれず、モノウ軍の北部だけで県軍し、それ以前は気仙沼は、モノウ軍に属していたという説がある。 一個語で船を岸に繋ぎ止めておく棒役食を、かせ、かし等と言い,い、その、かせのなまりという説。二けせは、削りを背負うで、い,わいそつまり、リアス式海岸のことだという説。三海道の入り口という意味の漢語で、先を当て字で書いたという説。一けせ、ませつ。まわどま、ねかん、ちのまなど、場所を意味する。茨城県の、鹿島という地名は、船着き場を意味する。 加瀬間が語源であり、京成朝や京成沼も加瀬間の鉛で、茨城県の鹿島と同語源という説。日家瀬前説。元吉軍が設置される以前、まだ京成軍に属していた頃。この地は京成軍の南端だったので、京成の入り口の意味で京成前、京成前と書いたのを京成の前。と誤読したのが、名前って京成朝になったという説。この場合。 和名称の、気前号の読み方ははじめ、消せの口号でのちに名まって、消せ前号と読んだ可能性と、はじめから、消せ前号あるいは、気前号だった可能性とがある。元吉軍は、消せ軍の南部と物う軍の北部を合わせたものという、説と消せ軍は含まれず、物う軍の北部だけで県軍したという説があり、後者の説が正しければ、気前号は、無関係となる。三、 新説、経線朝の間は、昇進証明を意味する、まで、経線の真ん中あるいは、経線の中の経線という意味だという説。昭和初期の頃の経線沼、東日本大震災も、参照歴代市長、平成の合併以後市長者いずれも、旧、経線沼市で、すでに宣言されていたものであるが、新市設置後の2006年9月27日に、改めて一家の宣言が行われた。 魚のサンマにまつわる縁によって、2010年9月18日、友好都市協定が締結され、締結式として、メグロのサンマ祭が行われた。漁業、水産業と観光が中心である。東日本大震災後は、ほぼ日刊糸井新聞が死者を設け、糸井重里の助言を受けて、セーター製造会社が企業をされるなど、新しい動きが見られる。レマグロ、カツオ、 サンマは全国有数の水揚げ高を誇る。フカヒレの産地としても有名であり、水揚げ量は日本一である。市中心部には水産加工団地が発達している。カキやホタテの養殖でも知られている。漁港、編集施設小売業では、いくつかの商店街とイオン気仙沼店のような大型店、郊外店がある。店舗を含む海岸近くの市街地は、 東日本大震災による津波で大きな被害を受けた。地元住民向けの小売り、飲食機能の回復と市外からの観光客誘致を兼ねて商業施設や復興商店街が新たに整備されている。前社では2011年12月に、気仙沼魚の駅が2014年に、気仙沼海の市が2017年11月に、 南町紫神社前商店街が2018年には内湾地区に迎えが開業した。震災後の仮設商業施設、編集復興屋台村、復興商店街復興屋台村、気仙沼横丁東日本大震災被災により、気仙沼市全域の飲食店の7割が津波により、店舗を失った。気仙沼市では被災を受けた、 飲食店の仮設店舗集合施設が市内各所に設けられ事業再開に向けた活動が行われていた。屋台村は2017年3月20日をもって閉鎖された。南町紫市場気仙沼復興商店街気仙沼市南町地区にて商店街運営をしていた。いろはにほへ土地の言葉から遺憾地憾と建物があった。 主なものとして、一貫に、理想産業、特急寿司、六貫にトンカツカツコ、とんかつかつ子、八貫に、焼肉牛米、え、二貫に、復賢老、保貫に、朝日寿司、平貫に、揚げたてコロッケ屋、都貫に、レイアン、地貫に、久保田スポーツがあった。2017年4月に閉鎖され、店舗は前期の、南町紫神社前商店街に再出店した。サメ町気仙沼。 編集前述のように、深ヒレ生産や、それに加工されるサメの水揚げが多いことから、サメ町気仙沼という地域おこしに取り組んでいる。食品としての加工や、水族館での展示に加えて、サメ革製品の専門店もある。バイオマス発電など、再生可能エネルギーによる電力を調達して、供給する、気仙沼グリーンエナジーが、市と民間企業の出資で設立され、 2019年10月から電力供給を開始した。郵便局間郵便局ウェス d が積極的に学校教育に取り入れられており、すべての小中学校及び、京仙沼高等学校がユネスコスクールに加盟している。高等学校、編集中学校、編集京仙沼中学校、松岩中学校、松岩小学校は、文部科学省が推進する。 学力向上フロンティア指定校である。小学校、編集特別支援学校、編集専門学校、編集気仙沼駅となり駅である。新月駅の駅名は、気仙沼市の地名に由来するが、駅の所在地は、岩手県一の関市室根町。東日本大震災以後は、気仙沼駅以外は営業休止、バス高速輸送システムで運行。高速バス、編集路線バス、 編集バス高速輸送システム、編集高速道路、編集高規格幹線道路、編集国土交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路一般国道、編集県道、編集主要地方道一般県道三崎尾がまはん、作り王屋鉱山や土地、千田家住宅、主や国会議員地方議会研究、教育経済文学、芸術芸能アナウンサースポーツゆかりのある人物、 気仙沼では災害に備えた設備点検も兼ねて1日4回に防災無線が鳴る。夏は来ぬ海はマラインや他注釈出店参考文献。ありがとうございます。